おはようございます。おはようございます。お久しぶりですね。そうですね暑かったからそうですね。今日は秋の植え替えですね。もうそろそろ気温がね35度以下になったので腐らなくてちょうどいいかなと思います。なるほど。9月の前半は秋の植え替えができます。はい。今日は紫式部を挿し木でねこう育ててきたのがこういっぱいあるんですよね、うちね。こんな感じでね、もう実がねいっぱいついてるんですけど、静止しながら鉢上げ。これは見沼小紫という種類で、見沼っていうのはうちの住所なんですけども、はい、埼玉市見沼区なんですけど、これ突然変異で多分鳥が種を踏んで落として増えた種類ですね、うん、この辺紫式部自生してるんですよね。あ、そうですか。結構あの山の縁とかに生えてたんですけど、うん、今もう造成とかいろいろで切っちゃってほとんど生えてませんけれども、その中のまだいっぱい生えてた時に一本だけ妙に短くって分かりますかね。節間が短い、枝の間隔、うん、そうが短い。そうなんですよ、うん、そういうのがあって上から下まで実がびっちりついてたんです、その木だけ、はいはい、だからこれは面白いなと思ってそれを刺して大きくして、うん、でその枝を切って刺しながら増やしてる種類ですね。特徴はね、これは普通の紫式部っていうか、うん、こんなちっちゃいポットで根もガンガンで結構太くなってても先にしか実が止まんないんですよ。わかると思うんです。実は止まってんですよね、はい、下枝に花がつかない、うん、出てもピューって伸びちゃう。そうですね、どんどん伸びちゃう。間延びした感じはしますね。そう、それでねこれを小さく作り込むとってもね難しいの。切る時期もあの考慮しなくちゃいけないし、うん、これ全部切っちゃえば確かに吹くんですよ。吹いてもやっぱりピューって伸びるんです。伸びるのがこの感覚、この感覚で伸びちゃうので、これを毎回切ってるといつまで経っても花が咲かない。なるほど。それが紫式部のねあの作りにくいとこなんですけれどもね。でこれはじゃあそれがまあ確かに実についてますもんね、このサイズで。はい。でこれの特徴は下枝に花芽がつきやすい、うん、だからここにこんなちっちゃい枝があるんですよ。こんな細い枝、この細い枝ね、はいはい、にもほら実が止まる。あ、花芽がねつきやすいんです。だからこの木なんかはまだよくわかんないかもしれないですけど、上にもちろんついてますけど、上を一度ピューって伸びますからね。伸びるって言ってもこんな風に伸びないんですよ。このくらいしか伸びないんですけど、うん、カットすると今度下枝のこっち、こういうところ、この下枝、これ花芽です、完全に。これ花芽で、ここも多分花芽、ここも花芽なんですよ、うん、ということはさらに小さく来年はなるってことなんです。なるほど。とりあえず今年はなってるところを残さないと、お客さんでも誰でもならないじゃない、なってないじゃないかってことになるんで、この枝本当は切りたいんですけど、こう実が横にも実がある、ここにも実があるので、このまんまあれしますけど、ね、じゃあ実が終わった時期に切る、うん、もう実があの一回干渉してこれいらないなと思ったら、もう作り込む人は多分この枝は取っちゃう。ここで切るか、ここで切るか、いらないなと思ったら今切っちゃったって構わないんですけども、とりあえずねこの新芽に花芽がつくっていうことはものすごく作りやすい、うん、小さくなりやすいという、そういう種類です。これ売ってんの小野さんだけってことですか。じゃあ今んとこうちでもそんなに大々的に売り出してなくて、今年はすごい量ができたので、今年はだいぶこのサイズだけじゃなくて一回り大きいのもありますから。なるほど。それも売りますけど、秋の大収穫祭で、そうです、秋の大収穫祭でも少し出しますけど、色つくのがだいたい秋画展とか11月が一番色が ついてると思うので、うん、その頃はもう葉っぱも落ちて実だけなんで、すごい形もわかるし、あの花芽もくっきり出ますので、ね、うん、その頃までぼちぼちぼちと、一気に売り出さないです。ぼちぼちぼちと、うん、ぼちぼちで出すので、よく皆さんチェックしてもらって、これで挿し木してね、多分2年半だと思います。この太い方が、これが2年じゃなくて2年半だと思うんだけど、大丈夫。紫式部はね、いいのはね、4月から挿し木ができて、うん、9月でも挿せます。まだ挿せます。じゃあこれ買った人もまだ挿せます。挿せる、うんうん、でさらに実がついてる枝を挿しても実は落ちません。だから
いらない枝があったら切ったら刺しちゃえば。そこでもちっちゃい盆栽作れますね。メイン残ってんなら、うん、そうそう、あの商品盆栽の添えにも使えるし、うん、もっと豆盆栽作りたい人でも頑張るとこんなでできますよ。なるほど、そういう種類ですね。私発見しました、犬散歩の途中で、はい、じゃあ植え替えてみましょうか。植え替えます。まず静止かな。これ伸びすぎてます。これだけどここに花芽あるんですよ。だからこれいらないんですね。これ切っちゃいます。であと葉っぱの大きいので邪魔なやつを少し切ります。だから出てるからね。早くに実を目立たせたい方はこの葉っぱ取るんですけどね。どうかな、幹を隠すようなのを切ったりとかしてるんですか。そうですね、今ね、うん、葉っぱはね落ちちゃうから、うん、別に落とさないでほっといてもいいんですが、今ちょっとね撮影するのに見えないとか、うん、若干うねってますね葉っぱが。これはねちょっとね失敗したんです。あ、こういう症だっていうわけじゃなくて。そうじゃないですよ、うねってないのもあります。水とか。そうですね、別に枯れやしません。切っとこうか。まあうねりはあの生育には大して問題はないと思います。木がよく見えるでしょう、ね、あとこの葉っぱがなくなればいいのかな、うん、ほら、はい、さっぱりした。さっぱりしました。はい、こんだけ実が細かくついてるとすごい根なんですよ紫式部ね。根が張るのが早いから抜けない。こんなにガチガチ、うん、ガチですね。すごい、すごいでしょ、うん、これよく貼るんですよ。これもね、親指つきますよ。ブスって刺しとくと親指サイズの刺しもできると。うん、初めてここに引っ越してきた時にここに生えてたんですよ、うん、家建てるところに、うん、でそれで邪魔で切っちゃって家を建てたんですけど、その時に記念にぶっといやつを庭にブスって刺したらそのまんまついちゃった。この辺は生えてるけど関東はどうなんでしょうか、うん、低木木って言って林の下に生える木なんで、あんまりカンカン照りだと育たないんですよね、うん、だいたい雑木林の中に生えます、はい、そういう種類です。だからうんと大きくなっても、まあ、2メートルいくかいかないかぐらい、人の身長ぐらいっていうのが多いですよね、山に生えてる木も。ちなみに、はい、秋の植え替えスペシャル、スペシャルですか。わかんないですけど、残りやる木を先に紹介してもらえます、あ、はいはい、いいですか。これはミヤビショウアケビです。アケビ、一歳アケビってやつですね。これ実がついてますね。これうちの庭に生えてますね、うん、そこにそこに生えてますか。あの実は大きいですよ。親は、うん、親こんな大きいですから、はい、枝刺してそうね、うまくいくと2年でなります、うん、節という節に花が咲く種類なので、うん、それで実がついてるとこういうわけですね。これもこの後植え替えを、はい、これじゃあかわいそうだもんね、うん、ボサボサでね、この大きさで実ができるという、うん、そう、大野さん、大野さんさんのアケビ。はい、戻ります。で結局これは洗います、はい、洗います。これはすごい張ってます。粘りがね、もうちょっと持ち上げて植えとかないと無理。これでもうガッチガチですね。切るしかないですよ、うん、まあ、でもこんだけ根出るってことはだいぶ切っても大丈夫な。そうです、だって刺してもつくんだから今、ね、平気。最端にも生えてる。そうです、そうです。こっちがね大きすぎたからね、これをこうやってこれをこう一回やって、うん、でもう一回切りますね。こんな感じですかね。はい、もう向きがね、これちょっと立ち上がりがまっすぐなんでね、うん、気に入らないっちゃ気に入らないんですが、実つきがいいからね、8ですね。このサイズだと紫色になりますから、色は赤はやめた方がいいよね、うん、紫だからね、白っぽいのか。これでも目立つんだよね、この色、この色、これだとちょっと大きいんだよね。これは大きい。エバチだけど、エバチだけど可愛い。いいですか。紫になった時にこれは青なんで、この浅さでもね、
なんかあれだけど、うん、飾るならねこのくらい浅いとかっこいいんでしょうけど、そうですね、持ちません。あの水大好きなんで。あこれだとちょっと無理ですね。やっぱこれかこんな感じか、そんな感じかな、うん、いいですね、うん、かわいい。本当はねここに実がついてなかったらこの枝切りたいんですけど、うん、ついちゃってるんで、うん、かわいそうで、うんね、ちょっと曲げてこっち寄せたいぐらいの。植えるところはいつもと同じか、いつもと同じなので、うん、ちょっと今日は樹脂もまだあるので植えるところはカットでいきますか。そうだよね、うん、9月の22日から24日まで秋の大収穫祭、秋の山野草と盆栽大即売会と商品盆栽フェスティバルがやってるんですって。これ大野さん主催のですよね、す大収穫祭で商品盆栽フェスティバルも東京支部、はい、私も東京支部です。ぜひとも皆さん足を運びください。これ買いました。いいよ、ね、かわいい。これで色変わったらね、うん、葉っぱ全部落ちますから、なんか風情があるというか、やっぱ和っぽい感じが。そうですね、気をつけなくちゃいけないのは紫式部、水が好きです。水が好きなんで、なので思いっきりちっちゃい鉢に入れた時はもう水の管理は徹底してください、はい、それと半日陰の植物ではありますが、うん、日陰に置いちゃうと葉っぱも竹も大きくなりますから、なるだけ商品作りたければ普通に火に当ててください。火に当てる、うん、まだでもちょっと寒冷車あった方が、あ、もうもちろん寒冷車の下でいいんですけど、いいですよね、うん、普通の植物、何でも桜でも何でも一緒に置いてあるところに置いた方がいい、はい、それとそこに置くと異常に乾きますので、うん、花の咲くのが5月の終わりなんで、その時期が異常に乾きますので、なるほど、その時は例えば下にね皿置くとか、うん、水切れさせちゃうと咲いても全部実が落ちてしまうので、はい、花の時期1週間ぐらいだけ水の管理は徹底する、うん、そういうもんです。はい、はいはい、ね、これがね、あけびね、これ確か刺すとこはやってるよね。やってると思います。あけびは白のあけびと紫とあります。紫でもね、もう種類多いから、うん、どんな色があるんですけどね、はい、これも根っこすごいんですよ。あけびもね、張りやすくて、挿し木がつきやすいやつは根がすごい張っちゃう、ね、あと、交配もね、撮りましたね、動画。あー、撮ったな、うん、交配もしてください。ハキビはオスとメスが一つの一本の木に咲きますから、自分のオスとメスは交配しませんので、よそのオスを持ってきてチュッチュッてやるんですよね。一発で交配できますからね、簡単なんですけど、その時期に花があるかないかっていうので、お友達とね花の交換をするといいですよね、持ってる人とね。オス花いっぱい咲きますからね、その辺は大丈夫だと思います。これ実ね、本当はね、こっち方にも作るんだよね、うん、でもね、やっぱ木が小さいからね、落ちちゃう、うん、で、これを、まあまあ、根っこは切りますけども、こっち前だから、手前のこれいりませんね、これね、これ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 、邪魔でしょ、はいはい、これもね、ここだけでいいと思うんだよね、うん、あけびってね、やったら芽が出るんですよ。ということは、これもいらないかな。これもいらないかな。後ろに枝ありますからね。じゃあ、後ろ枝の切り方を取って。なんか、いわゆる松とか、モミジとか、一般的なこの出方じゃないじゃないですか。なんか、こう、ピュンピュンって。そうです。残すの難しいですよね。どう残すのか。やっぱ、あんまり芽が多いと、花芽がつかなくなっちゃうんですよ。だから、ある程度、ここはいらないだろうっていうところは取っていかないといけない。これやっぱり真下にあるんで邪魔なんで、これ取って。これは豆盆栽っていうよりも商品ですね。うん、そう。ちっちゃくはなんないですよ、これ以上は。立ち合わせです。はい。なんだけどね、入らないだろうか。大学バチ。そう。大学ないバチ。もみじなんかどう？もみじとあけび。もみじとあけび。あ、おかしい。この深さないとこれぶら下がるから、うんうん、なるほど、うん、どっちがいいかな。こっちの方がすっきりしてます、うん、どう思います？もみじと、もみじと、
ちの方がいいですね。うん、くどいですね。くどいですか？でも可愛いんだけど。可愛いんだけどな。じゃあ本人のご推薦により、はい、ちょっとセミを。なんだっけ、キニヌール。キニヌールね、気になるところ。ここほら切っちゃったでしょ。はい、ちょっとだけでもやっぱり取っといた方がいい。目立つし。じゃあここに植えるためにもうちょっと切ります。はい、もうちょっとね、切ってやらないときついかもしれない。じゃあ植えてる様子は同じなので、はい、植え替え後をご覧ください。これ意外と難しいんだよね、見た目。あの、うん、これがね、後ろについてるでしょ。だから、うんうん、こういう風にやっちゃうと、実が、あの、これが真正面なんですけど、実が後ろに回っちゃうんで、ちょっとこう、これを頭を前に出して、ここ、足、ここ、うん、か、逆にこう、うんうん、逆にね、裏から見たっていう風だよね。で、実の見やすい位置なんですよね。うん、うん、これはこれで、実がよく見えていくかもしれない。はい、咲いてるやつ持ってきた方がいいかな。びっくりした、水が出ました。サルスベリ、サルスベリ、極姫サルスベリです。葉っぱもちっちゃいですけど、花も小さいです。さらに白花です。あ、もう花咲いて、花咲いてんの。で、これ挿し木して1年生です。1年でこんだけ花芽がつくんですよ。だから細いでしょう、うん、細いでしょう。これもっと太らせてから販売したいんですけど、とりあえず花がやたらついちゃうので、ついね500円で売ってしまいます。でもこれはこれでね、盆栽というよりもこの花をめでる山野草的な雰囲気で鉢に合わせて楽しんでもいいかなと思います。はい、太くてごつくて、こう立派なサルスベリーを目指さなくてもいいかな。何しろ中身ね、1年生ですからね。でも根はやっぱすごいですね。そうね、根は張りやすいですね。サルスベリーはね、刺すとすぐつくんですよ。はい、お、いい粘りがあるじゃないですか。ほらほらほら、曲、うん、があって、うん、ほらほら、あ、本当だね、ほら、だいぶ違うよね。だいぶ違う。でも今花来てるからね、根っこ切りたくないんだけどね。だからあんまり切んないで丸めて入れます。本当はここまで花がね、来る前にやんなくちゃいけない。先端にあるからあんまり枝も切らないのかな。いや、そんなことないんです。そんなことないんですか。あのね、花が出る前にサルスベリはね、ビューって伸びます、春から。そしたらこのくらい短く切っちゃうんです、全部。6月の終わりかな、6月の終わり頃に伸びた元からこのくらい残してバーって切っちゃう。はい、そうすると、で肥料やると、うん、そうすると新芽が吹いてそこに咲くんです。短く。これは6月に切った後の状態。これはね何もしてないかもしれない。妙に長いじゃないですか。うん、長いでしょ。そう、それで先端に花があるから切れないのかなと思っちゃう。これはね、これはもともと苗木で来年用に作ってたやつ。なるほど。伸ばして太らせてただけなんで、うん、そしたら今年バカに花つきが良くてなっちゃったんですね。このくらいしか切れません。はい、でもこれでもね、元がね、こことこが可愛いじゃないですか。うん、で将来的にはこれ切って切って切って、花終わったらバツバツバツって切って、それで作るとこんなちっちゃくて、来年も花咲かないってことないから、この木は。なるほど。絶対咲くんで。何年も作ってますけど、うん、今年は特に花つきはいいんですよね。だからこの枝がちょっと長いから、これ切っちゃおうか。花ついてるけどいいでしょ。そうすればあとこれが花来てないな。咲いてんのこれだけ。そう、それでいい。咲いてるんですか。はい、周りにポン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 ってある。そう、サルスベリはみんなそういう咲き方します。感じですね。これがあの普通の今ちょうどサルスベリ、うん、これもそんなに大きい方じゃないですけど、こうほらポン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 ってきてるでしょ。なるほど。それの白ですね、これですね。こっちの方がちょっと年数経ってるのかな。そうなんですよ、動作的に。そう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 。だからこれはね、刺してね、こっから作り始めて3年生ぐらいだと思う。3年
3年ぐらいでこういう形になって太くなって座ができるんですよ、うん、太るのも早いの。だからここへ持ってくのに挿し木してるのにここで花が咲いちゃうので、うん、つい500円で売ってしまう、うん、ちゃん私はちょっと可愛いですね。本当はこのぐらいにして売りたい、うん、咲かない年ってないから、うんうん、ものすごいあれですよ。これは一回切って咲かしてますよ多分。なるほど。もっと伸びてましたから、うん、バーって切り込んで咲いたやつ、もっと短く切っても咲くはずです、うん、そういう種類です。なんせね、素材がね、一鉢しかなくて親が、うん、で、年間何本も刺せないからそれで売っちゃうでしょ、こうやって、うん、いつまで経ってもかっこいいの。普通のサルスベリとはやっぱ違う。同じです。同じ、うん、性質もやり方も全部一緒です。一緒ですが、大きくはなんないからね、うん、枝が細いんでね、細い枝しか刺せないんですよ。なるほど。親ありますけどね、親売っちゃうわけいかないし。なんかあんまり売ってるの見たことない。白花自体が少ないです。うん、おー結構大きい。親ですか。置いちゃっていくか、うん、そうするとね、ここのこの太さが最高なのね。刺し木、刺し木、これ元切っちゃうとほら太いとこ取っちゃうと来年困るんで、うんうん、そうするとやっぱりこういうちっちゃいのがこの辺刺すとこれができる。なるほど。逆に大野さんとこで500円で買ってこういう土鉢に入れて大きくして増やすっていうのもできるってことですか。できます、できます。もう大きい鉢にポンポンって入れとけば、うん、ビューって伸びますから、みんな切って刺せばできますけど、みんなやったらいいですね、うん、ほら皆さん場所がないから、うん、大きくすると邪魔っていうのが ね、 まずね、結局そういうことが。で、増やしてもしょうがないじゃないですか、うん、増やしてもしょうがない、売るわけじゃないんだからねそうだからまあほどほどにね、うん、年間1本か2本刺せばいいかなみたいな、うん、すっごいこの木が好きとかだったらね、うん、そういうこともいいかもしれない。そういう種類ですよ、はい。これは下のね、座がね、出したかったけどね、出せません。根っこがやわすぎて。それで、花を割って短く刈っちゃって、はい、1年経てば、この、どのくらいになるかな。そう、ここまではいかないかもしれないけど、これに近い太さになりますよ。太るの早いからね、これ。だから、いきなりちっちゃいとこ入れないでね、一回、土鉢の、このくらいの土鉢に入れて、うん、刈り込んでかっこよくして、それから正鉢に移すとこういう。なるほど、まあ、でもこれはもう飾れる。これ花が咲けば、まあ、添えにはなるんじゃないですか、うん、さあの草として考えればね、うん、草としてね。もう一本あるんですよね。もう一本、だからこれどんなもんかな、うん、この動画1時間ぐらいいっちゃいそうね。あ、いいんじゃない、じゃあやめようかこれやめようか。前にやったのでここにあるのがあるんだけど、これ覚えてるかな。ここら辺に高くてブツってきて植えさせたの。匂い嗅いで、匂い嗅いでですよ。匂い嗅いで、棒で、棒がここまであって、うん、上にしか枝がなくて、うんうん、上切って棒だけ残したの。それがこうなったと。うん、そうそう、これ下の部分、下の部分よく吹くんだって言ったら、この分かれ目覚えてる気がする。バーってバーって吹いてきて、ここで切ってあるんですよ、ほらここで。で、ただの棒だったの、うん、それをここで吹いて、ここで吹いて、ここで吹いてってこうなってるんですけど、こうなるんだ。これの上があるのね、はい、ここにこれが刺した状態なんですけどねこんなにありましたっけ。だっていっぱいあったんだよ。一本しかやってないけど、それでこれが刺したほら、うん、上の部分、上の部分ですよ。刺したのが6月ですね。6月の放送だと思います。6月のね、30日ぐらいにやったから、うん、7月の半ばぐらいに放送してるかもしれない。わからない。じゃあ2ヶ月前ぐらい。そうそう、それでこんだけ根が出てるんですよ。すごいね、この辺ちょっと枝荒れしてますけどね。で、これがここにこうくっついてたわけさ、はい、この高さだ、うん、で、ここになかった枝が、うん、ブズって切っちゃったからだからこれを、2本になりましたよということで、このあの発根率がすごくいいので、だからこれ
の枯れてる枝ですね。やっぱ刺すとね、細い枝枯れちゃうんですよ、うん、やたら枝が出る木なんで、こんなに悩まなくてもね、平気なの。伸びた枝をこっちで、とりあえずこのくらいにしといて、この状態でもうあっという間に葉っぱが出ます、これ、うんうん、びっくりしますよ。切っても切っても出るんですよ。ここに根っこがある、取っちゃうんですよ。ここ棒ですけどね、豆する人はここで切っちゃうんですよね、うんうん、わかります。豆の人はここでとりあえず切っちゃう、切っちゃったけど、豆じゃなければこのまんま使ってもあっという間に葉っぱ出ますので、雰囲気変わりますからね。でこれが1個でしょ、はい、ね、でこれはこれでもう匂いしますね。了解でですか。臭いです、臭いですよ。いい匂いならいいのに。これはこれでね、ほらちゃんと2本になったでしょ、はい、という結果の話です。結果の話、これがここにこう、うん、くっついてたと、ここで切りましたと、ね、切って刺しました。最初の状態だと確かあんまりっていうような木でしたよね。確かこれがなかった、うん、でまっすぐでてっぺんについてたわけですから、ね、これが2つになったプラス形も綺麗になると、うん、そうそうそう。でもこれをそのまま精鉢には入れない方がいい。まだほら元気じゃないから、うん、小さく作るんならポットの小でいいし、でもうちょっと大きめにしたい人はこっちのこれね。でこれね、小葉じゃないんだよね、よく見ると中葉ぐらいなんで、小葉のやつはねこんな大きい葉っぱ出ない。これこれ大きいでしょ、この葉っぱ、この大きい葉っぱ出ません。小葉のやつはこのサイズです。ただ詰まるとこうなりますから、これが、うん、鉢が小さいとってこと？そう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 、根が回ってね、鉢を小さくしとくとこうなる。どうも気になる枝があってね、ステルスのこれこれこれ。私切るのが好きなもんでね、何でも切っちゃうからね、だんだん寂しくなっちゃうんですよ。でもこんだけ切っといても大丈夫。刺し木をしましょうだけじゃなくて、刺し木をした後のことまでやらなくちゃいけないかなと思って、まあね、思ってね、あれどうなりましたって聞かれるから、元気についてますよ、みんな。あの時刺したやつは1年置かないとダメなやつもあるんです。これは根っこが早く出るタイプと、これと紫式部と、うん、紅鳥木もそう。紅鳥木は1年置いちゃダメです、うん、置いたらとんでもないことが起こる。え、これと紫式部はだから半年ぐらいで大丈夫、うん、そうそう、早くしないと根がもっとひどいことになって分けられなくなっちゃう。匂、うん、はい、い変えで、それから紅鳥木来年まで持っちゃうと、うん、根が絡んじゃって取れなくなっちゃう。なるほど。逆に1年やっといた方がいいのは何ですか。ね、もみじ類はね、うん、出やすいのと出にくいのがあるけど、出にくいタイプのはやっぱ1年置いた方がいい。春まで。今だとまだ根っこが出てるんだけど、今みたいに切るほど出てない。で、あとね、やたら出るやつは、萩。あそこ行って説明した方がいい。はい、それさ、これほら、私がやったピースなんですよ。出来上がりほら、開ける。あー、でっか、こんなでかくなる。これすごいちっちゃい鉢なんで、これよりちっちゃいんです、鉢が。これの半分ぐらい。へー。実が大きい。古い本だよ。11年前か。でもうこの本作ってないでしょ、金本で。山野草とミニ盆栽。近代盆栽は出してた。これ、廃刊になっちゃった。最近見つかったんで、と思って。この竹なんかこんなちっちゃいんだよ。だからさっきの金目地区、これこの竹でできるはず。こんな半分ぐらい。うん、このくらいです。見えないですね。鉢がこんなちっちゃいんだ。もっとピュッとこうしっかり出てるでしょ。というわけで、秋の植え替え大野さん編でした。9月の催しの案内をさせていただきます。うん、はい、まずこれとこれ。これ同じ日に上野グリーンクラブでやります。こちらが秋の山野草と盆栽の即売会で、秋の大収穫祭として何回目だっけ、うん、第6回ですね。6回目。コロナの時もやってましたから、うん、
グリーンクラブはコロナでもやるんですよ。一回動画でもね、はい、お邪魔させてもらってます。はい、で今年はこれとコラボして日本商品盆栽協会東京支部のフェスティバル、うん、これは豆盆栽でございますので、うちのサイズです。私も東京支部員なんでもちろん展示はします。なるほど。タイガ君も支部員なんで展示します。あ、タイガ君も、はい、します。で展示の部が、これは土日しかやらないんで、うん、金曜日にご来店いただくとまだ展示をしている最中になりますので、展示を見たい方は土日、販売の方はうちも含めて、鉢屋さん、山荘屋さん、盆栽屋さん、ありとあらゆる道具屋さんも来ます。燕三町、うんうん、新潟の桑さん、菊川さん、うん、菊さんも来ます、はい、ので、お買い物は金曜日からできます、はい、で展示は土日の10時から、うん、10時からです。この間グリーンクラブの催しの案内に9時って書いてありましたが10時です10時です展示は10時販売は9時です。なるほど、間違いないで、その他にこれは1階の建物の中、うん、でこれはあの1階の建物の中とあのお庭の方の駐車場を半分使います、はい、であと長屋の方の中にボンクライチ入ってますね。ボンクライチ、噂の、はい、噂の、私も初めて見させていただきますが、うん、ちょっと楽しみです。そうですね、はい、でボンクライチは土曜日だけ、土曜日だけらしいです。そうなんです、うん、だから土曜日来ると人多いかな。人多いと思います。はい、まず22、23、24、うん、で展示は23、24、はい、はい、というわけです。ぜひともお越しください。はい、はい、終わり、はい、ありがとうございました。これは刺しどこ、刺しどこです。つかないのもあんねんよ。あれつかなかった時期遅かった。その辺半年でやった方がいいのと1年で、うん、だからね、こう新芽が伸びてる、これに追いかけてね、うん、これも根があるから新芽が伸びるんで、うん、こういうのはもうあの切るか、あと上げちゃわないと下枝が腐っちゃうんですよ、中に入っちゃうから、ね、これに追いかけて、うん、であとこれね、ほらこんなところで花があってますからね、これはサルスベリ、赤のサルスベリか、うん、でこれが、ニワフジ、これももう根、ね、すごいんじゃない、下から根が出てればね、これも八つぶさはぎですね。この辺が早いと思います。早いですね、早いですね。でもみじ類がそんなに動きがないので、うん、これちょっとそっとしておいた方がいい。そっとした。これだから1年ぐらい、1年ほどか、うん、うちはもみじはね、1年置いてみますね。伸びるやつだけ。クワは早いですね、クワ。あと、ベニシタンがよく伸びてるから、ベニシタンももうやっちゃった方がいいかも。金炉梅はもうやんないとダメです。うん、さっきのほら、あの見沼紫式部はこの状態でもつきますから、身につけたまんま、これ色もつくんですか。つきます。最高で、さらに花芽もついてます。もうだからこんなちっちゃい一芽、これあの秋に売りますから、このまんま、うんうん、まだ早いかな、はい、あ、咲いた、かわいいの。冬いちご、冬いちご、11月に赤くなる冬いちごの花が咲いてます。いちごもね、いろいろあるんで、はい、いちご入れあります。いっぱい持ってます。ありがとうございました。どうも。